ロバート・レーンは、アメリカイリノイ州、ハイランドパーク出身の男子テニス選手。フルネームは、ロバート・ダフィールド・レンという、ボブ・レンと呼ばれることも多い。1890年代に活躍し、黎明期の全米選手権で男子シングルス4勝、男子ダブルス1勝を挙げた。左利きの選手で全米選手権の歴史を通じて最初の左利き優勝者になった人である。彼のテニスは俊敏なフットワークでテニスコートを縦横無尽に走り、相手の意表を突くロブショットを得意にした。弟のジョージ・レンも優れたテニス選手で、ロバートとジョージは兄弟テニス選手としての活躍もあった。ロバート・レーンは少年時代から様々なスポーツに優れ、ハーバード大学ではテニスの他にもフットボールや野球をプレーした。全米選手権には1892年に初出場したが、この時は準決勝でフレッド・ホビーに敗れている。初期の全米選手権はチャレンジラウンドからオールカマーズファイナルへの流れで優勝者を決定した。1893年の男子シングルスは前年度優勝者、オリバー・ギャンベルの引退により、オールカマーズファイナルがなくなり、チャレンジラウンド決勝の結果が大会の優勝記録表に掲載されることになった。レーンは、チャレンジラウンド決勝で、ホビーに6から4、3から6、6から4、6から4で勝ち、大会初優勝を達成する。1894年のレーンは前年度優勝者として自動的にオールカマーズファイナルに出場した。チャレンジラウンドから勝ち上がった選手はアイルランドのマンリフ、グッドボディで全米選手権の男子シングルスに初めて出場した外国人選手であった。レーンはグッドボディの挑戦を6から8、6から1、6から4、6から4で退け、大会2連覇を果たした。1895年、レーンは男子ダブルスでマルコム・チェイスと組んで優勝する。男子シングルスでは1895年、1896年の2年連続でレンとフレッド・ホビーが決勝対決をした。1897年のチャレンジラウンドを勝ち上がった選手はイギリスのウィルバーフォース・イーブズであった。オールカマーズファイナルで、レーンはイーブズを4から6、8から6、6から3、2から6、6から2のフルセットで破り、男子シングルス4勝目を達成した。イーブズは全米選手権で最初のイギリス人決勝進出者として記録に残っている。ロバート・レーンの全米選手権4勝は、マンリフ、グッドボディとウィルバーフォース・イーブズという2人の外国人。出場者との決勝対決を含む色彩豊かなものとなった。この二人の活躍から全米選手権にも外国人出場者が増え始める。ボブ・レーンは1898年の米西戦争でセオドア・ルーズベルトが結成した志願兵組織ラフライダーズの一員としてキューバに赴いたが、その従軍期間中に黄熱病を患った。戦争からの帰還後は以前のようなテニスの力量を取り戻せなかった。1900年から始まった男子テニス、国別対抗戦、デビスカップで、レーンは1903年にアメリカ代表選手を務めたが、イギリスとの対戦で出場3試合すべてを落としている。選手引退後はニューヨークの証券会社に勤務し、1912年から1915年まで全米テニス協会の会長を務めた。1925年11月12日、ニューヨークにて52歳で死去。1954年、ジェームズ・バン・アレンが最初の全米シングルス選手権会場があったロードアイランド州ニューポートの地に国際テニス殿堂を設立した。第1回の国際テニス殿堂入り式典は1955年に行われ、ロバート・レーンは第1回全米選手権優勝者、リチャード・シアーズらと並んで、最初の殿堂入りをした7名の選手の一人に選ばれた。ありがとうございました。